じゃあ大森選手、今年の目標から教えてください。はい、元気もりもり。なぜ、はい、その言葉を書いた理由を教えてください。はい、そうですね、あの1年間、戦えるぐらい元気もりもりでいきたいなと思います。はい。